YouTuber、 慣れない私はミルチューバー。どうもカズです。はい、さっきの句はですね、 YouTuber はできないけど私は見る方専門ですっていう風な、今のリアルなサラリーマンに多いかなって気持ちを込めて作ってみました。はい、今回の動画なんですけども、ですね、2020年の、第一生命のサラリーマン川柳、優秀作品の100選が決まりました。そこで、見ていく中ですごい面白いのがたくさんあったんで、僕なりにベスト10を選んでみたので、ちょっと紹介していきたいと思います。もしね、これ見てる方がサラリーマンだったり仕事されてる方だったら、すごい納得できるねネタがいっぱいあるんで面白いと思うんで、よかったら見ていってください。はい、じゃあ、早速なんですけども、5万3000個の中から選ばれた優秀100作品ですね、100選の中のベスト10を10位から紹介 していきたいと思います。はい、じゃあ第10位ですね、はよ帰れ、言ってる上司が帰らない。これ多分ね、まだ若い方なんでしょうね。もう、はよ帰れよって言われるんですけど、いや、あんた早く帰ってくださいよみたいな感じがリアルでね、すごいグッと入ってきましたね。はい、どんどん続けていきたいと思います。はい、第9位ですね、部下のため、言ってるやつほど俺のため。これもね、若い人のイメージなんでしょうね。すごい共感を得てるから、こう100選に選ばれたのかなっていう印象ですね。よく言うほどね、言ってくる人ほど、こう実はもう自分のためでしょみたいな感じはあるかもしれないですね。はい、じゃあ第8位ですね、定年や辞めるに辞めれぬ2000万。これね、2019年の2000万円問題がね、すごいグッと染み込まれるようなね、内容になってると思います。定年近い方がね、共感を得て投票されたんだなっていう感じがね、印象を受けますね。はい、じゃあ次7位ですね、ぼっちでも寝とげの中は友100人。これね、やっぱ社内でもね、ほんとゲーム好きな子がねいるんですけどね、友達多分全然いないと思うんですけど、リアルではただね、ネットの中では有名人だったりね、今のゲームの世界がすごい多いんで、これもね、時代のリアルなね、川柳かなっていう風な印象を受けますね。はい、じゃあ次第6位、家族 LINE、 いつになったら既読つく。これね、結構あるあるだと思うんですよ。正直ね、自分もやっぱ返してないんですよね、家族の LINE って。本当は返さないといけないんですけど、このあるある感がこうね、やっぱ投票されるっていうのはすごいいいかなっていう気持ちですね。はい、じゃあ第5位ですね、話聞け、スマホいじるな、メモですが。これもね、こう、なんていうんかな、ゆとりの子のイメージなんでしょうね。今の上司が話聞けよって言ってる時に、こうスマホいじってるんですよ。あ、すいません、メモしてますみたいな感じなんでしょうね。こう実際ありそうな、こう情景が目に浮かぶんで、すごい面白い内容だなっていう風な感じがありますね。はい、第4位ですね、これセーフ、部下への言葉ググる日々。もう上司がこうポチポチポチ、これこう言っていいのかなっていうね、絵がすごい思い浮かびますね。今ね、こうパワハラってすごいこう問題視されてるんで、上司もどういう風に言ったらいいかなっていうのはね、常にね、考えてくれてる感じがしますね。はい、第3位、ギガバイト、時給いくら、孫に聞く。多分子供が、お母さんギガなくなったとか、今月ギガバイトいくらとかっていう、こう会話が家であるんでしょうね。じいちゃんがね、ばあちゃんがね、こうギガバイトって何のバイトみたいな、こうねなんかイメージがちょっと湧くような面白い賭けたね、川柳なんで、僕が第3位に選びました。はい、じゃ第2位ですね、これもあるあるですね、インスタ用最初の乾杯ハイテンション。もうインスタしてる人はね、絶対わかると思います。最初のこの乾杯するシーンをね、インスタでアップしてる人すごい多いんですけど、あそこだけこう映えようとしてるんですよね。絶対こう意味ないのに、意味ないっていうか、リア充をね、表現する SNS っていうのがね、インスタっていう、浸透してますけど、そういう感じがすごいね、ひしひしと伝わってくる川柳かなと思います。はい、じゃあ最後第1位ですね、これすごいうまいなと思ったんで、僕は1位に選びました、おじさんはスマホ使えずキャッシュです。これね、おじさんスマホ使えなくて現金ですよっていう内容なんですけど、キャッシュレスとキャッシュレスをかけてるんで、すごいこう今の時代に乗ってるプラスうまいなと思って第1位にしました。はい、じゃあこれがね、
以上僕が選んだベスト10なんですけども、これから第1位ね、最優秀作品が選ばれると思いますので、皆さんも注目してよかったら参考にしてみてください。ちなみに過去のベスト最優秀賞の動画もアップしてますので、よかったら見てみてください。はい、じゃあ最後に僕が2021年に川柳を上げようと思っている内容をここで紹介したいと思います。はい、月収が息子嫁に抜かされた。これもリアルなね、2020年を語っていると思いますので、サラリーマンの方は、頑張って稼ぐようにしてみてください。はい、じゃあ今日の動画も良かったと思う人はグッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ありがとうございました。